まあ、左のバンカー手前ぐらいに落としていきたいなと思います。やばいかも、右のバンカーだ。当てて手前です。やったー。さっきプロにみんながお昼ご飯の時にどうしたらいいかっていっぱい聞いてた結果、軸っていうことになって、なんか足固まって手も固まって左に引っ掛けたりしてるとかそういう話だったんですけど、足固めても手はゆったりって言って、あとは軸、後半はみんな多分軸を意識してラウンドする感じになると思います。ナイスでした。ちょっとこういってるんだよね、軸が。ちょっと開くとね、軸意識しすぎてこう残しすぎちゃったかな。こっちが開きますよね。そうそうそう。難しいですよね。感じ。ああ見ないね。すごい気持ちいい音します。見て。おお。行け。ダメだ。もう行きました。さあ重い。はい、今日は衣食同源 .com さんの、プロアマということで、こういったサプリメントですね、 HMB あと BCAA いろいろあるんですけども、プロの方にもおすすめですということで、サンプリング等させてもらってるそうです。してるそうです。そうですね、やっぱりこういろんなものがあると思うんですけど、うん、このマークがあるとドーピング引っかからないみたいなので、うん、やっぱり、はい、ゴルファーの方でも飲んでいただけるということ で、 そうです。私も愛用してます。皆さんもぜひチェックしてみてください。左に、ね、引っ張り切れないですよね。このままやっぱ体で押しましたね、こうやって、うん、よくありますよ、こういうの経験。でも残すと左引っ掛けそうで怖いみたいな感じです。多分なんかそれ見たら余計だと思う。そうだよな、みたいな。やべやべべ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 おぶの。逆目で引っかかった。クラブセッティング、ちょっとクラブセッティング、ちょっとセッティング。私はベジストンを使ってるんですが、ゴルフ始めた頃からボールから最初いただいてモニターという形でずっと弱気せずに一途で使っております。なるほど。
まあ、セッティングとしては多分ポピュラーな感じだと思います。ドライバー3番ウッド5番ウッド、あでも女子は多分こっちがもっと多いかもしれないですね、ユーティリティとかで5番から入ってるのでこれもなかなかいないかなって思いますね。で5678 9 P でウェッジ2本です。これが好きなセッティングです、私の。はい、ありがとうございます。これもなんか急に上げてる。起き上がっちゃいました。あれ左と前ですね。弱い。止まった。11、52度は届かないんです。80ヤード。はい。なんか5258をフルスイングちょっとするの怖いんです。そうですよね。しかも風があるから余計影響されますよね。あでもめっちゃいいと思います。よかったです、ね、意外に打てて今日、はい、びっくりしました。いい80ヤード打ったことないです。あ本当ですか。52度で、うん、でもそういうのもありですよね。こんだけ風あるとびっくり、意外と打てるんだな。まず突っ込みますね、うん、なるほど。上げてましたね。うまい、うまい、うまい、ほんとうまいこれはすごいありがとうございます。ナイスパー、ありがとうございます。届かないので、まあ、右のバンカーには入らないようにとライン出しみたいな感じで打ってきます。ありがとうございます。あそこからアプローチパー。真っ赤だ。
ったナイスです。ちょっと質問なんですけど、はい、なんかプロアマって、はい、ちょっと試合とちょっと違うイメージがあるんですけど、ね、やっぱお客様がいて、はい、でもかなんかスコアは取っていかなきゃいけないみたいな、そうですね、っていう時になんか結構どういうことを気にされてというかいるのかなと思って、お客様によってはこうレッスンされたい方と自分のやっぱりスイングを持ってる方がいらっしゃるので、やっぱりこう私からは言わないですね。あ、なるほど。聞かれて初めてワンポイントぐらい、そんなに3つも言ったらやっぱ混乱しちゃうと思うので、やっぱり18ホールっていう短いね時間の中なので、できるだけ1個でもね持って帰ってくれればなっていう。なるほど。みんななんかワイワイ結構ゲラゲラ、なんか思ったよりゲラゲラ、他のプロの女子プロの方を見て、なんかいい雰囲気だなと思いました。逆にお客様がこう、ね、すごいお偉いさんばっかりなのに、うん、逆に私たちとこうゴルフだったら対等で喋ってきてくれるので、もうこっちも助かってますね。やっぱ どうなのとか聞かれるので、ゴルフは、ね、難しいからとか言って、まあ、なんかゴルフならではなんですね。そうですよね。じゃあもうちょっとあと 2,3 ホールよろしくお願いします。引き続きちょっと今日暑いんですけどね。めっちゃすごい。あばい短いかもしれない。やっぱりね、手緩むんですよ。打つ瞬間、たまにね、なっちゃうときあるんですよ。なりますよね。ふわって。わかりますわかります。なります。力んじゃダメだしっていう、その、瀬戸際ですよね。瀬戸際。ふわってなっちゃった、今。スピンがかかんなかった。できるから。お疲れ様でございました。おかげさまで滞りなく大会を終えることができました。今季初優勝ありがとうございます。はい、衣食同源 .com さんのプラマ、無事に終わりました。お疲れ様でした。すごい暑くて。結構みんなへばってる感じだったんですけど、一緒にラウンドした山里愛プロがとてもいろいろ教えてくれて、とても気さくに対応してくださって、とても勉強になりましたし、すごい楽しくラウンドすることができました。衣食同源 .com さんってどういう会社なんですか？はい、まあ、サプリメントメーカーなんですけども、はい、日本全国のドラッグストアを中心に約8割ぐらいのシェア率を持ってますね。はい、この衣食同源さんの HMB なんですけど、はい、ここにインフォームドチョイスというマークがあるんですけど、はい、これってどういうものなのか説明していただいてもよろしいですか？はい、アンチドーピング検査をパスしているっていう証拠のマークになるんですけども、まあ、アスリートの方とかにも安心してご愛用いただけるようなマークになってます。どういった選手、アスリートの方々が使っていらっしゃいますか？そうですね、女子プロゴルファーの方たちとか、はい、元 K1 チャンピオンの正人さんとかもご愛用いただけるような商品ですね。正人さんがホームページのメインの方ですもんね。はい、そうです。取得するのに非常にハードルが高くて、我々もものすごい苦労したんですよね。で、なぜ、こういうマークをつけてご提供するかというと、アスリートの方とかって本当にこのサプリ飲んで大丈夫かなって、うっかりドーピングみたいなものを気にされて飲んでる方がすごい多くて、はい、取りたいけどなかなかこうビクビクしながら取っている中で、認証マークがあると安心して効率よく摂取できるよっていう感じですね。そうですね、はい、ご愛用いただければと思います。はい、
このサプリメント気になる方がいらっしゃいましたら ISDG でぜひチェックしてみてください。 ISDG です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。